上位論の風刺図上位論は、日本においては、幕末期に広まった、外国との通商反対や外国を撃退して、鎖国を通そうとしたりする、排外思想である。元は、中国の春秋時代の言葉で、西欧諸外国の日本進出に伴い、偉人を遺敵視し、腹を、つまり、実力行使で、外国人を排撃しようという考えであり、 海思想による日本の独善的観念と国学に基づいた国会式が源となっている。上位論は江戸時代後半の日本において西洋諸国の接近に対応して解剖論の一環として生まれ展開した海外思想で江戸時代にあっては西洋列強の東アジア接近以前より対外貿易は日本における有益の品々と外国産の無用の品々を 交換するものに過ぎないという貿易有害無益論があり、キリスト教の排斥とともに、いわば前提視されていた。ミトハンを中心に、種子学の影響を強く受けた、ミト学が流盛し、1820年代から1830年代にかけては、ミト学における上位論が確立した。これは、儒学における、 海思想を素地としてより、欧米諸国は癒しむべき一滴であるから、日本列島にその力が及んだ場合、直ちに打ち払うべきだとする考えであるが、こうした考えの根底にあったのは、西洋諸国との交わりは、キリスト教その他の有害思想の浸透につながるという、一種の文化侵略に対する危機感であった。江戸幕府が、文政八年に発した、異国船打ち払い例も、 こうした危機感の現れであった。一方、国学の発展によって、日本は新国であるというナショナリズムが次第に力を増し、勤労思想もまた力を得ていたが、これが現実の外国勢力の脅威化で上位論と結びついて、尊能上位論が形作られた。尊能上位の思想は、特に加盟6年の黒船来航によって開港された後、 日米修好通商条約締結反対を主張する反駁勢力の思想的支柱となり、鎖国を維持しようとする諸藩の下級志士や苦行たちによって支持された。そして、開国後から明治維新直後にかけて、上位思想による外国人襲撃、殺害事件が頻発する。しかし、上位を実行した長州藩による下関戦争は大敗北に終わり、 外国艦隊との間の圧倒的な軍事力の差に直面したことにより、鎖国政策の維持に固執した上位論に対する批判が生じた。諏訪野藩の国学者、大国高政らは、国内統一を優先して、外国との交易によって、布国強兵を図った上で諸外国と対等に対峙する力をつけるべきだとする大上位論を主張し、これを、 長州藩の尊上派も受け入れた。従来、上位運動の主力であった人々が倒幕へ向かったのである。なお、上位論は上位か開国かという形で、開国論と対致される場合が多いが、厳密には、現実政策としての開国論と対立するのは、鎖国論のはずである。一方、国際社会の捉え方という観点では、上位論と対立するのは、 それぞれの国家は独立し平等の存在であるべきだとする主権体等の観念であると言える。大政奉還後、薩長をはじめとする西南遊藩の出身者が中心となって明治政府が成立したが、総合と呼ばれた一部の人々は鎖国に固執し上位運動を継続しようとした。明治2年5月28日、新政府は 政府部内の抗議書、上局から挙げられた抗議世論が、鎖国に立脚した上位は、不可能であるというものであったことを理由に、開国は真を国是とすることを決定し、以後は鎖国論を議題としない旨を公表した。また、総合の志士に対しても、出稼ぎ農民と共に勝手に本国より離れたものとして、人返しの対象にすることを決定した。しかし、 復古的な上位論がこれによって一掃されたわけではなく、大楽玄太郎の反乱計画や二強事件、久留米反乱など、明治政府を倒して、上位を断行しようとする事件が起こっている。上位論は、鎖国論と結びついて発生したものの、やがて西洋列強に並び立つための海外傍聴論などを生み出し、やがて海始層の解体とともに消滅した。だが、 不国強兵の後に上与を行う、大上位主義と変化していく。ありがとうございます。